え、待って、え、ちょい今、見た、みんな見た目ドグロっぽかったぞ。お出かけしたい。いや、もちろんドグロよ。ミッチェル、ドグロ、オリビアちゃん。ミッチェル、ドグロ、オリビアちゃん、出発。よし、グッドラック。なんだ、え、いや、君とは初めてだよね。僕は別の島から遊びに来てるティーチャーだよ。先生、先生、ああ、どうも、ティーチャー、ティーチャー、頼む。え、な、あれ、今日男の子多いか。桜島、名前の癖強っ。名前の癖強えな、桜島って。柔道か、これ。桜島、はい、来ました、到着しました。グッドラック。いや、もうどんどん行くぞ。なんかちょっといつもと違う感じのスヌーピーみたいな感じの見た目してる子が来たよ。あなたは？まあ、私以外にもこの島へ旅行に来られた方がいらっしゃったんですね。あなたに声をかけてもらえてよかったです。私はバニラって言うんです。あなたの名前は？なるほど、ラックンさんですね。コンチャッチャ島からはるばこの島まで来たんですか？私はこの近くの島に住んでるんです。でも冒険が好きっていう意味では住んでるところは違うんですけど、遠いですけど、私たち似た者同士かもしれませんね。だよね。ふぅ、めっちゃ可愛いな。連れて帰りたいよ。うちに住んでほしいよ。なんで10人しかダメなんだよ。課金するから15人とかにして。オリビアちゃん、あれ、あ、猫だ。うん、猫じゃない、なんかロボットみたいな猫ちゃんがいる。カエル、お前もしかしてサバイバル成果を体験してきたのか。へえ、実はオイラもなんだ。オイラはガチャ。へえ、お前はコンチェルトのノラ君っていうのか。ま、全然、絶対筋肉キャラじゃないやろ。あ、来ました、グッドラック。ドキ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 。あれ、ちょっと待って、え、ガブリエル、ガブリエル。よし、ごぶんを、グッドラック、日本語で訳すとごぶんを。行くぜ。あら、はじめまして、私の名前はみやびです。みやびさん、すいません、みやびさん、トイレ行ってきます。結構辛いの食べたの、完全にあれが悪かった。めっちゃ辛いの食べた。え、待って、え、ちょい今、見た、みんな見た目ドグロっぽかったぞ。パッと見、見た一瞬、今ちょっとパッと見ドグロっぽさあったくない？一瞬、多分ハムスター系でしょあれ。え、どうどう、今ハムスターっぽかったよね。シルエットと色がドグロっぽかったよな、これ。これあるか。
ワンチャンあるぞ、これ。ちょ、行ってみるか。うわ、今、マジ一瞬、色が似てたんよ。ちょ、ゆっくり行こう、ゆっくり。ハムスターであったはず。ドグローか上がらんけど、一瞬チラッと、ほら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 見て、ドグロ、わからんけど、ドグロかわからんけど、ほらほらほら。この、後ろ姿は、あ、顔を見せる、ドグロか、あー、ドグロー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 ドグロやべえ、ドグロードグロマジかマジかすげえ、マジでドグロー会えんの、マジ、もう何人、400人以上いるんだぞ、ドグロはほんまに会えたんやけど、ドグロ、あ、はじめまして、僕ドグロだよ、ちょっとお邪魔してます、ドグロはじめまして、僕オラくんって言います、え？君も遊びに来てるんだっけ？なんだ、じゃあ僕と同じだ。うんうん。君はコンチャチャとのオラくんか。仲良くしようね。ドキドキ。ちょっとなんか泣きそうになるやんけ、ドグロ。めっちゃ可愛いやん。もうめっちゃ可愛いやん。持ってきた道具が壊れて困ってたらドドリーさんが分けてくれたんだよ。マイルと交換だけ、マイルと交換だけどね。ドキドキ。ここは小さな島だけど自然がいっぱいで虫さんやお魚が住むには最高の島だと思うんだ。ドキドキ。いや、なかなか、ちょっとドグロ、お、なかなか誘わせてくれねえな、ドグロ。ちょっと、まさか、お前、根に持ってんのか、ドグロ。この島には、木やお花がそこら中にあるし、いっぱい集めて持って帰ったら、いい材料になりそうだね。ドキドキ。え？なんで誘えないの？え？嘘だろ？なんで？なんで？ドグロ、嘘だろ？え、なんで？あ、実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見てるんだ。ドキドキ。ドグロ、お願い、誘わして。ああ、やったー、やったよ、もう。驚かすなよ、ドグロ。もう、ドグロ。もうびっくりしたやんけ、マジで。じらすなよ、ドグロ、ほんとにもう。ごめん、俺が悪かったよ、お前最初に誘わんかった、もうびっくりしたやん、ほんまにもう。マジで焦ったわ、ほんまに。じゃあみんな行くよ、ドグロ、あの時はごめんな。お前の可愛さに気づいたし、お前と出会いたかった。ドグロ、会えて嬉しい、ほんまに。会ってくれてありがとう。出会いに感謝。ドグロ、お前に会いたかったぜ。うちの島に来い。え？君の島って確かコンチャチョだ、コンチャチャ島だったよね。そこもこんな感じなの？うわー。
だったら行きたいな。オラクンくんがいるなら知らない知らまでも安心だしね。ドキドキ待ってるよドグロ。そんな何も気にせんでええよドグロ。たぬきさんって人に電話をすればいろいろ教えてもらえるのか。ありがとう。早速やってみるね。今日は本当に最高の日だよ。新しいお友達ができただけじゃなくて僕の夢まで叶うんだもん。ドキドキ。ちょっと感動するやないか。そんなん言ったら、うん、そっか、夢まで叶ったんか。ごめんな、あの時叶えれんくて。ドグロ、これ叶ったか。いや、僕も嬉しいよ。ドグロと会いたかった。いや、嬉しい。いや、ちょっとセレモニーしようぜ。時間進めて、みんなで。ドグロも含めて。確かセレモニーまだ、できるよね。まだセレモニーやってないやつあった気する。あ、ドグロいた。オラクンくん、この間誘ってくれてありがとう。お引越しも無事に終わったよ。君がおすすめするだけあって、こんちゃっちゃ通って、とってもいいところだね。見てみんな、このドグロの笑顔。このドグロの笑顔を見てくれみんな。僕、あの島で君に出会えて、本当によかった。ドキドキ。めっちゃ喜んでる。ああいやー、増えたなー。増えましたねー。うんうん。ただいまよりたぬき商店のリニューアルオープンを記念したセレモニーを執り行いたいと思います。ドグロいる。ドグロいる。ちゃんと存在しとる。ありがとうだな、もう。あれ？あれ、ちょっと待って。あれ？ハムスケどこにおる？ハムスケおらんくね？え、ハムスケおらんくない？ハムスケおらんって！え？ハムスケタンタンの後ろに？タンタン大きすぎる！タンタンが大きすぎて！いや、ハムスケが小さすぎるんか！完全に！ハムスケ見えん！では皆さん、最後にあれを準備をするんだな、もう。よっしゃ、いや、これはワンチャン大丈夫や。シャッターチャンス。かぶらんはず、さすがにかぶら、大丈夫。大丈夫。こっからね、下がってくれるから。よー！かぶっとるかな。ドズル社ポジション、最後まで見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。